S&WM53 はアメリカのスミスウェッソン社が開発した回転式拳銃である。1961年に同社より発売された22口径のリボルバーで弾薬は本銃と並行して発売されたボトルネック形状の薬莢を持つ小口系高速弾22レミントンジェット弾を使用しフレームは ミドルサイズのスチール製型フレームを採用している。重心長は4インチモデル、6インチモデル、8.3インチモデルのバリエーションがあり、ウォールナット製のグリップや微調整可能なアジャスタブルリアサイト、抜き、打ちに適したランプタイプフロントサイト等を備えているほか、チャンバーインサートを使用することで、22ショート弾、22ロング弾、 22LR 弾を使用することも可能となっており、リムファイア方式のこれら3つの弾薬とセンターファイア方式である。22レミントンジェット弾の撃発方式の異なる2通りの弾薬をそれぞれ射撃する際は必要に応じて切り替えて使用できるようにハンマーには2ポジションの撃診が設けられている。しかし、22レミントンジェット弾自体の発射ガスは非常に高圧で、 重本体への負担が大きく故障が続出したため、1971年に生産は中止された。ありがとうございます。